赤道ギニアの衛星画像。ザマップライブラリー提供のラスターイメージ。赤道ギニア共和国はアフリカ中央西部に位置している。ビオコ島はカメルーンから約4 0トルの地点に位置している。アンノボン島はビオコ島の南西5 9 5トルの地点に位置している。より大きな大陸地域のリオムには本土のカメルーンとガボンの間に位置し、コリスコ島。 大エロベイ島、小エロベイ島、及び近隣の小島を含んでいる。国名とは異なり、領土に赤道は通っていない。ビオコ島1970年代まで、フェルナンドポーと呼ばれていたは、ギニア湾最大の島である。ブーツに似た形をしており、谷によって分けられた二つの大きな火山構造が、最も狭い部分で島を二分している。1 9 5トルの海岸線は、 南部では険しく武骨だが、マラボとルバのような優れた入り江と、それらの間に、いくつかの継承の浜辺がある北部では低く、かつアクセスしやすい。大陸部にあたるリオムニは26,003、警平方メートルの広さがある。沿岸平野は低い丘とクリスタル三脈の、視線によって隔てられた渓谷との連続に道を譲っている。ベネト川はリオムニを半分に分け、 川口付近の下流2 0キロメートルの範囲を除いて、船舶の航行は不能である。リオムニの気温と湿度は返して、ビオコ島より低い。アンノボン島名前は発見の日の1472年の元旦にちなんでいる1 8 k 平方メートルの面積を持つ小さな火山島である。海岸線は北部を除いて切り立っており、主要火山の頂上には小さな湖がある。 約1900人の住民の多くは伝統的漁法による小規模のマグロ漁及び捕鯨に特化した漁民である。気候は熱帯であり、激しい降雨、高い湿度、頻繁な季節ごとの暴風が発生する。1、カメルーンとガボンの間の西アフリカのビアフラ湾に接する。赤道ギニアの陸上国境は総計5 3 9トルである。北にカメルーン。 東と南にガボンと接している。主張されている水域、排他的経済水域、370.4km 領海、22.2km 大陸部、および島所部の気候はともに、典型的な赤道直下のものであり、高温、激しい降雨、通年発生する多量の雲が存在する。地域的バリエーションは高度の違いと、海岸線までの距離による。 大陸部の雨季は2月から6月までと9月から11月までである。降水量は内陸部よりも沿岸部の方が多い。バタでは最も雨が降る月々は9月、10月、11月であり、年平均2388ミ、mm、リメートル以上の雨が降る。湾南部のカラトラバではしばしば4572ミ、mm、リメートルに達する。しかしながら内陸部では、 降水量は減少し、例えば三米線具では約1473ミ、mm、リメートルに過ぎない。年間平均気温は約摂氏26.1度であり、年間を通してほぼ一定である。最高気温は幾分ビオコ等のそれよりも低くなる。しかしながら相対的には美コ等の湿度の方が高い。美コ等の気候は幾分人を衰弱させる。 いわゆる寒気は11月から3月まで続き、残りの季節は雨が多い。年間平均気温は摂氏25度であり、年間を通しての変化は小さい。午後は摂氏30度弱に達し、夜には約摂氏21.1度に過ぎないところにまで落ちる。多くの時間空はどんよりと曇っている。極端な降雨は南部で発生し、門数によってもたらされる雨は、 サンアントニオで売れかでは年間約1万1430ミリメートルに達する。沿岸平野は内陸部の丘に連なり、島は火山性である灌漑地が経平方メートル自然危機、暴力的な暴風、突発の洪水環境現在の問題、水道水は引用に適していない砂漠化環境国際協定、当事者、生物多様性、砂漠化、 危機生物種、海洋法、船舶汚染署名したが批准していない、協定の中では存在しない地理ノート、島と大陸部はかなり広く分断されている。ありがとうございます。